方にご登場いただきたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。スーパーフォーミュラーオフィシャルアナウンサーのピエール北川さんです。お疲れ様でした。錆びたらもう俺は錆びた。錆びた。どうした。いやいやいや、まだ光ってる。いいですか皆さん、これから登場する人はポールトゥーウィンじゃございません。いいですか、フロントロートゥーウィンですから。そう、間違っちゃいけませんよ。思った。数時間前にここでポールポジションに散々俺はインタビューしてて、いつの間にか頭の中ですり替わってんの。そうです。俺はね、頭の中ですり替え仮面がやってきてね、全然気づきませんでしたね。いや本当に錆びた。まあでも本当に皆さん最終戦までどうもありがとうございましたね。これだけたくさんのファンの皆さんに囲まれてドライバーは幸せだったと思うな。本当ですよ。じゃあその幸せを全部受け取ってもらおう。はい、はい、待ちです。はい、さあそれではお待たせいたしました。今ね、腰に手をやって早く呼べよピエールという感じで今見つめております。ご紹介いたしましょう。最終戦見事制しましたのはティーム無限野尻智樹選手。おめでとうございます。イエーイ、拍手。はい、もっと拍手。もう一回拍手。すごい、無限の旗です。気持ちいいね。イエーイ。やばい、こんなテンション高い野尻選手初めて見たんだけど。今そのまま何やったよ。はい、改めまして本当に優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ。いやしかしね、我々このミカちゃんとそれからリアちゃんと3人でやってますけど、はい、7回やって7人目違いましたね。すげえシーズンになっちゃった、はい、毎回違います。でもね、本当にミスターいい人のノジリンがね、最後に優勝を飾ってくれたことでスーパーフォーミュラーみんなにっこり最後終われることになりましてですね。いやーでもノジリさん、パーフェクト、今日パーフェクト。いやだからパーフェクトじゃないじゃないですか。いやいや、今日のさっき俺はもうそこで懺悔したんだよ。今日の運び方ですよ。いや本当さっきのインタビューもいや違うんだけど言った方がいいのかなって思って、ちょっとそこいい人じゃなかったよね。もうこのまま泳がしておこうと思ったでしょ今、ね、泳がせなくていいから。でパーフェクト、でパーフェクトスタートからは今日に関しては、うんうん、まあちょっとスタートが良くなかったかなっていうところありましたけど、うんうん、まあそれ以外は、うん、想定通りというかすごく展開が向いてくれたんで、うん、非常に良かったかなと思います、ね、車のバランスもずっと落ちませんでしたね最後までね。非常にいい車バランスで。そうですね、まあ、うん、なんかでもさっき聞いたら最初履いたソフトタイヤがのリアがもうカンマモしてたとか言ってて、もうギリギリだったんだ。結構やばかったらしいです。一回多分落ちてもう一回戻った感じがしましたけど。そう、一回なんか上がらなかった。なんか風向きとかが変わってたのかなと思うんですけど。ああそうですか。なんか急に S 字とかでもあれこここんなリア出たかなみたいな週が何週かあって、う、まあ、そういうのもあなんか嫌だなとか思いながら、そんな感じだ、ね、変わんないでよ風向きとか思いながら。えやべっていう感じのテンションの上がり方じゃなくて、あ嫌だなって感じ。頼むよみたいな。全然あのスピードで走ってる人の言葉とは思えない。ちょっとね思考のスピードが違う気がするけど、あでもそうやってでもうまくまとめて、でもね後半ミディアム結構キャシディ選手もね後ろをどんどんとプッシュしてきてきてたし、プレッシャーはもちろんかなりあったんじゃないですか。うん、まあでも、うん、ある程度ギャップを持って、うん、ニック選手と走れてたんで、はい、でもミディアムに変えてからは逆にどっちかっていうとソフト勢がどんぐらいで走るのかがやっぱり気になってたんで、うん、後半のね、はい、うん、なんで、まあ、逆にニック選手が間に入ってくれたのは僕にとっては、まあ、少し、うん、まあ、余裕ではないですけど、はい、少しその優勝する手応えと確信みたいなものが少しずつ出てきた瞬間だったかな。何週目ぐらいに思いました。結構ギャップから計算すると多分その40秒っていうのが一つのね、あのピットのロスっていうのがあるから、うん、その40秒のギャップっていうことを考えて多分レースも進めてたと思うんですよ。どのぐらいかな。そうなんですか。チームと無線しませんでした。いや、あのチームとの無線は僕はあの燃費、うん、だけですね。燃費聞かれても、まあ、言わなきゃいけないんですけど、うるさいなとか思いながら。まだそこにいるんでね。
うるさいなって思われてた。思われてるんだ。君らいこねんかも。あんまり喋りかけるとうるせえな。あんまりそういうこと言ってもよくないなとか思って、ちょっと最近ちょっと大人になろうと思って。一応じゃあリクエストされたらちゃんと答えてあげるようにはしてる、はい、一応ちょっとダメそうに。ちょっとダメ。でも鈴鹿で勝てるって気持ちいいでしょやっぱり。いやもう、まあ、僕はね鈴鹿で育ったドライバーなんで、はい、まあ本当格別ですよ ね、 ね、格別って言っても僕まだ2回目しか なんで。いやでも思い出すのはね、最初デビューイヤーでスゴーで勝って、ね、そこからちょっと足踏みしましたね、ここまでね。そうです、もうあれ夢だったのかなって本当に思いましたよ。あまりに昔すぎて、はい、もう本当に僕も勝てないんかなって思いました。5年ぶり14年だから5年ぶりですか、ね、そうですね。弱気も弱気よ。俺このままかなぐらいの、このまま死ぬんかなみたいな。やめてもうやめてでもある意味転機になったのはやっぱり今までの環境と違う、デビューの時のチームとは違う無限に移籍して、まあどうなんだろう、シーズンインの時にはちょっといろいろ苦労もしただろうけど、はい、うん、そうですね、まあ、チーム変わって使ってるものも違うし、うん、その中で、まあ、そこで調子良ければよかったんですけど、1級になった時に無限の車が少しちょっとポテンシャルが周りと比べて、高くはなかったんで、うんうんうん、まあね、言ってもチャンピオンチームだし、まあそうですよね、なんか辛かった序盤戦だったから、本当に辛かったんですよ。いやなんかだってなんか言葉をかけるのもなんかこっちもためらってしまうぐらい、結構本当にねどんどんあの辛そうな感じだったから、やっと今日俺だって最終戦久しぶりにトランポ行ってさ、話聞きに行ったもんだって。そうですね、なんか久々来てくれたと思って嬉しかったです。フロントロー取ったし、もうピエールさんにも見捨てられたかと思ってたんですけど。いや今日行って、ね、だけどなんかトレーナーに聞いたら今日マッサージしたんだよな。そうなんです、決勝前に。いつもは、ま、しないんだよね。いやもうね本当にね、もう30なの。こう見えてどうしたのその喋り方は。30ってやっぱ一回来るんですよね。あーなんか僕も経験ありますよ。日々の疲れがリセットされず、こう上積み方式なんですよね。でなんかねガクッとくるね、年のなんかその境目っていうのはなんかあって、もう最近胃腸も弱いし。それ元からじゃん。元からなんです。さらに弱くなって。金曜日中華で麻婆飯食べたんですよ。だからなんでそんなの食べんだよ。一番刺激があるもんじゃないですか。そんなの食べちゃダメだって。したら土曜日ちょっとなんかお腹ヒリヒリしちゃって。分かった、それでフロントローだったんだ。いやその時には治ってたんですよ。だから朝それまでちょっとずつまだお腹痛いなと思ってようやく Q3 で治ったみたいな感じで、うん、次からは気をつけようと思います。そうだね、金曜日の中華は気をつけた方がいいと思うけど。まあでも本当なんかそのね、いつもは最終戦とかでもそんなマッサージをしたことのない野尻さんがコンディショニングをして最後ねその決勝に挑むっていうのを聞いて、まあいつもと違うメンタルだったのかなみたいなのちょっと思う。いやあのね朝、うん、昨日までは結構体張ってなくて、うん、なんか今回は結構いい車乗ってるなっていう感じはあったんですけど、それって肉体の、そうですね、そういうのは結構あの難しい、まあ個々それぞれね苦手と得意あると思うんですけど、ちょっと僕リアない車が苦手なんで、で朝はちょっとそういう感じだったんですよね、あの人が作った車。さっき十数分前にここにいたら、そうそうそう、はい、皆さん見てましたよね、ここにいた人、うん、あの人が作った車超最初乗りにくくて、めっちゃ言われてます。いるよ、言ってない、言ってない、いるから頼むよみたいな感じで、そしたらもう右側パンパンに張っちゃって、あ体に、そうなんだ、でちょっとトレーナーさんに頼みますよって言って、そうなんだ、それでほぐしてもらったのが、はい、じゃあ今日はトレーナーのおかげだね。でもそれあんまりほぐれてなかったんですよね。聞いてないトレーナーさんがない大丈夫、せっかく勝ったんだからみんなでハッピーになるような何のトーク。いや結構 SNS 見てる人、その僕のトレーナーどういう人か分かる人多分いるかもしれない、そこそこいらっしゃると思うんですけど、あんまりほぐれてなかったんですよね。痛いだけで。よかった、本人聞いてないですからね。痛いだけで。いや痛いけどね。聞こえてないみたいで、トランポで痛いってずっと言っててこの人大丈夫かなみたいな。まあでもそういうねこともしつつ、そうですね、決勝を迎えて、備えて、はい、うん、まあでもやっぱりこのね本当に今日最終戦だから、1年の締めくくりだから、うん、最後にやっぱりね、いやそうですよ、うん、やっぱりね最後に持っていかれると一番印象に残るんです。やっぱ一番かっこいいと思ってってます、うんね、うん、
ありがとうございます。かっこいいです、はい、でこれから来年の開幕戦までずっと気持ちよくいられるわけですよ。最終戦勝ったし、これシート争いが始まっちゃうんだ。これが生々しい話が出てきました。リアルだな、生々しい話が。でもね、実はねさっきね裏で聞いたんですけど、もうねこのままパーティーナイトって思ったら明日また仕事あんだよな。明日鈴鹿でね、鈴鹿サーキットレーシングスクール、あー先生をやってるんですよ今。居残りなんですよということで、明日も勝ってもなおまだ仕事をしなきゃいけない、はい、でもね多分ね子供たちっていうかね、フォーミュラーの生徒さんの見る目がまた変わるよ。変わりますよ。まずはねみんながねおめでとうございますって言ってくれるよ。超鼻高々だよ。何を今更って言ってやろうねこのトークショーってこういう感じで大丈夫なの？全然大丈夫です。いいですか？全然大丈夫。こんな感じいいですか？あ、じゃあこういう感じでいきます。いやね、本当でもね、やっぱり勝つべく人がやっぱり勝つべき時にこうやってね、うん、勝ってくれるということでファンの皆さんも本当に喜んだだろうし、何よりもここまで頑張ってきたあの中野監督も言ってましたけど、チームが本当にみんなで一緒にやって頑張って喜んでくれたと思う。やっぱり勝つってすごいよね。一気にこれでねみんながね本当に、うん、それがものすごく一番実感したことですかね、うん、やっぱりなかなかこう結果を残せていなかったので、まあ、レース内容としてはそこそこいいレースしたのが数レースありましたけれども、はい、目に見える結果として現れていなかったので、うん、まあやはりこうやってね勝つっていうことによってまたチームがね、の絆が非常に強くなると思うし、うんうん、こんなに、その勝つっていうのが重要なんだと、うん、再認識したというか、うん、まあ、そういうレースだったかなと、うん、改めてね本当にすごいことやりましたよ。チームのみんなも喜んだ。もう一回大きな拍手お願いします、ね。全員が救われたし、全員がまた次へのモチベーションになったと思うから、それは大きいですよ。チームを引っ張るのはドライバーだよ、やっぱりね、はい、そうですね、でも明日また鈴鹿に残りなんですよさあ、ということで気分を変えて気分を変えて、ここからはですね、実は今回ですね、東京中日スポーツさんというね、皆さんモータースポーツを取り上げてくださる新聞紙、もうねお分かりだと思いますけれども、その新聞社の一日記者として、お二人のですね女性の方にステージにお越しいただきまして、そしてここでですね特別取材ということをしていただこうかと思います。はい、ということでお二人上がっていただきました。はい、拍手よろしくお願いします。じゃあちょっとお名前を聞かせていただいていいですか、お二人。はい、下の名前でも上の名前でも何でもいいです、はい、美咲です。はい、美咲ちゃん、はい、そして、はい、あ、お隣お名前聞かせてください。フラノです。はい、じゃあお二人から野尻選手に、東京中日スポーツさん、東京中日スポーツさんです。だから足乗るってことですか？乗るってことです。じゃあちゃんと受け答えした方がいいと思いますいつもちゃんとして。あ、わかりました、うん、じゃあその一日記者の方からですね、じゃあ野尻選手に質問を、はい、していただきたいと思います。今日は走っていて楽しかったですか？あ、どうかな楽しかったですよかったです。はい、続いて。私は試験員が好きで今日も応援していました。来年も私は試験員で応援するので、たくさんオーバーテイクを見せてください。そして野尻選手の好きなコーナーはありますか？試験員ですさすが素晴らしい。はい、いつも応援していただきありがとうございます。あんまりこう試験員で抜いたことないので、これからはいっぱい試験員で抜けるように頑張ります。OK ですか？はい、じゃあお二人ありがとうございます。じゃあね、これをしっかり記事にしていただきたいので、じゃあここで写真撮影をさせていただきたいと思いますので、はい、では野尻選手の、じゃあ両サイドにお二人入っていただこうかな。じゃあ少し前に出ていただきましょうか。じゃあ東京中日スポーツさんね、これいつ、はい、ちょっと先になるかな。そうですね、この間もそんな感じでしたからね。はい、じゃあすいませんけれども、はい、東京中日スポーツに乗る顔でお願いします。野尻さん、東京中日スポーツに乗せていい顔でお願いします、ね。あ、後ろの光がちょっと強いということなので、少し変えていただいても大丈夫ですか？どうやって変えるんだろうこれって、なんか声が聞こえますけど野尻選手の、野尻選手がじゃあちょっとこうしていただけると、あ、いい感じですね、野尻さんね。はい、爽やかです。はい、大丈夫です。はい、1番ポーズね。はい、じゃあ3人でそれやります。1番ポーズ、はい、3人で1番、
はい、ありがとうございます。じゃあ大きな拍手いただきましょう。東京新日スポーツの一日記者の皆さん、ありがとうございました。はい、ということでございまして、無事このねコンテンツも終えたところで、じゃあ最後にね、そろそろお時間になってまいりましたけれども、じゃあ美香ちゃん、さっきご案内してたこれ、はい、はいはいはい、じゃんけん大会は、チャンピオントークショーの後に行いますので、はい、この場でサインの方を、サインを、はい、はい、今日は皆さんにプレゼントさせていただきます。じゃんけん大会の商品でございます、こちらね。いやー、今日もこれいっぱい20本もやって、うわーってやるとすごいね。すごかったですね。表彰式、俺ちゃんとね大変なことになるだろうなと思って風上にいた、はい、逃げてました。そうそうそう、逃げました。ピエールさん、どこで MC しますかって言ったら、もうね、何も有無を言わさずね、風上で、いやだからだからダメ、ほんとビビるから、それはダメです、ね、本当に。さあ、ということでサイン OK ですか。はい、いただきました。じゃあ改めてね、皆さん、野尻選手ですね、来てくださいましたけれども、さあもう本当にね、え、何ですか、あのキャシリー選手遅れるみたいなんで、この後にじゃんけんしましょうってことになりました。あ、この後にじゃんけんします。じゃあ今からじゃんけんします。あ、しましょうか。じゃあもう野尻選手にせっかくだからじゃんけんしてもらおうよ。だって野尻選手、今日一番になった、勝った人にさらにあなたたちが勝つんですよ。確かに勝たせないよ。いいじゃん、いいじゃん、面白いな、ね、いやいや、気分悪い気分悪い、今から負けちゃうの気分悪い。いやでもまあ勝ったんでちょっといいよね。はい、じゃあもうやっちゃおっか。はい、はい、せっかくなんで、じゃあこちらプレゼント欲しいという方手挙げてください。うわ、今日は高いよ、めっちゃ競争率高いよ、うん、でここからお二人に絞りますからね、はい、いいですか、勝った方のみ残っていただくと、はい、そうですね、ということで、一旦皆さん立ち上がりましょう。はい、はい、すいませんが一回立っていただいて、ちょっと狭いところの方は申し訳ありませんが、ですいません、勝ち続ければずっと立っていられますから、はい、いいですか、負けちゃったらみたいな感じで、あいこと負けの方はすいませんが手を下ろす、そして座っていただく、そういう感じでお願いしたいと思います。